ヘンリー・アイザック・ラウントリーは、イギリス最大級の菓子メーカーの一つである、ラウントリーズの創業者。ヘンリー・ラウントリーは、ヨークのペーブメント通りにあった父親の店で、徒弟として働いた後、1860年に、父が死去したのを受けて、ワイムゲートにあった、テューク家の店で働くようになった。1862年6月、ラウントリーは、 チョコレートやココアの製造に関する部門とチコリーを扱う部門を買い入れ、12名ほどの人員を雇い入れて自身の事業を立ち上げた。彼はクエーカーとしての信念に従い、常に高品質を追求した。1864年8月、彼はタナーズモートにあった使われなくなっていた鋳造所を買い取り、ここに新たな工場を建設した。しかし、 週刊新聞、ヨークシャーウィークリープレス紙の編集発行者として、セキムが重荷となり、チョコレート事業に手が回らなくなってしまうと、チョコレート事業は不振に陥り、1869年6月には、兄であるジョセフ・ラウントリーを事業の共同経営者として迎え、事業も H.I. ラウントリー &CO と改名することになった。兄弟は共同経営を続け、事業は 成長に成長を重ねたが、ヘンリー・アイザックは、1883年に死去した。ラウントリーは、1868年2月に、スカーブラのハリエット・セリーノ・オズボーンと結婚した。夫妻の間には、1868年に、フランシス・ヘンリー、1870年に、アリス・メアリー、1873年にエセルと、3人の子供たちが生まれた。ありがとうございます。